小惑星探査機はやぶさ2が12月6日に地球に帰還し持ち帰ったカプセルをオーストラリアの砂漠に投下することが発表されました JAXA ・ JA 宇宙航空研究開発機構によりますとはやぶさ2は去年11月に小惑星リュウグウでのミッションを終え現在、地球から9200万キロ離れた宇宙を秒速23.9キロのスピードで進んでいます。 この後、12月6日に地球に最接近して、小惑星で採取した砂などが入っているとみられるカプセルをオーストラリアの砂漠に投下することが決まりました。カプセルを投下した後、ハヤブサ2はそのまま別の小惑星の観測に向かうということです。